はい、よいふけです。世間伝説3の実況プレイかやるか。フォルセナ、草原の国フォルセナの方に行って、でもドワーフじゃないや、なんだっけ、ドワーフの助け手に入れたんだよな。どうやって見るんだろう。誰の助けを得たのかっていうのをどうやって見られるんでしょうか。どうやって見るんだろう。どっかに書いてあるんじゃないかなと思うんだけど、書いてない。あれ、書いてなかったっけ。そっか。じゃあまあしょうがないか。しょうがないな。わからん。書いてないのか。まあいいか。なんだっけ、ハイパーキャノン V2 だっけ、ハイパーキャノンを使わせてくれ。あ、違う、間違った、ボタン間違った。ボタン配置変えたんだ。君たちは誰だ。ひどい。こっちは死の思いでニトロの火薬取ってきたのに、ズームじゃない。そうだそうだよ。いや、忘れたことなんてなかったぞ。で、その火薬は何でしたっけ。わ、待ちたまえ。おー、そうしそうじゃった。あれじゃな、わしの大砲2号くんの。ふい、先にウラニアに行っててくれ。わしもすぐ行く。名前シンプルだったな。じゃあ、大砲2号くんを使わせていただこうじゃないか。よし、やってくれ。はい、ウルトラゴージャスターボキャノン2号の打ち止めじゃ。風よし、方向よし。フォルセナに飛ばしてるぞ。準備はいいかね。はい。アイテムなんか買ってた方がよかったかな。まあいいか。まあ目的地で使おう。じゃない、目的地で買いましょう。はい。しかし玉のお肌に傷ついたらどうすんのよ。まあ、いや、適当な、なんていうか、適当だよね。あ、ちょっと待って、ここじゃ戦えないか。ほんと適当だよな。魔法ガンガン使っていこうか。よし、待て。じゃあ、ホーリーボールを、食らえ。あ、ちょっと待った。ちょっと待って、これ良くなかった。そっかそっか。操作キャラが魔法使うのは良くないんだな。なるほどね。では、待て。よし、これどうだ。ちょっとね、戦術を試してみたいっていうところあるよね。まあ、魔法も使えるようになって、でアイテムも充実してくればいろんなことができるようになりますよ。リースか。いや、リース動かしながら押せるできるのか。一応全部取っとく。始めたばっかだけどね。よし、リースを動かして、シャロットとアンジェルに指示を与えるっていう形がいいかな。あれ。お、よう、お前たち草原の国フォルセナに向かってるのか。そうか、英雄王様に会いに行くのか。俺はフォルセナの剣士デュランだ。わけあって旅を続けていたが、北の魔法王国アルテナがフォルセナに攻め込むって噂を耳にしたので、国王陛下をお守りするために一度国に戻る途中だ。俺は急ぐので先に行くが、もしもその時はお前たちも手伝ってくれ。フォルセナには精鋭の兵士たちがいるが、敵は魔法を使うから侮れない。じゃあな、頼んだぜ。アルテナがフォルセナに攻め込む、私どうしたらいいんだろう。あ、なんかいきなり助けを求めてきたけども、あの人、あれなんだろうな、なんかあんのか。あ、しまった。え、デュランの後追えばよかったな。しまった。何やってんだ。まあいいや、敵がいないぞ。よし、魔法が使えるのがいいね。
よし、いいぞ。かなりこれで楽になるんじゃないかな。と思うんですけども。あ、今、炭素だった。あ、炭素だった。全体にかければよかったもの。ほらー。元から出るか。出ない。元から出ない。これはどういう仕組みでこうなんかポンって飛び上がるんだろうね。だけど、ちょっと待って。でか。そいつは任した。じゃあ2体いるじゃないか。下にかけるって感じじゃなかったもんな。こいつ動きが速い。左って意外とリーチがないですよね。おっと、では精神を上げとくか。あ、ティンクルレイン覚えましたね。クラス戦でしないっていう風に決めちゃったんで、これ以上魔法覚えられないです。この子は。シャーロットね。シャーロットは魔法全部覚えました。真空レインっていうのは、状態異常を回復するんだっけかな。確かね。使う必要ないか。近いぞ。よし、全体に。よし、いいね。十分十分。ついで余り込んじゃうな、これ。結構なんか位置取りがね、結構重要なんですよね。なんかね、割とね、連打系じゃないですよ、これ。やっぱりね、回復してもらおうか。ヒールライト。あ、ティンクルレインは、説明は出ないな。説明出ないな。まあいいや。じゃあ、シャンタと自己回復しよう。回避率高いぞ、こちら。よし。お宝アンマルトラップ。ついたかな。お、しっかり。魔法王国アルテナの兵士たちが攻めてきた。英雄様が危ない。そうか、展開早いね。リースたちがようやくたどり着いた草原の国フォルセナは、魔法王国アルテナからの突然の攻撃を受けていた。よし、お前たちはもういいぞ。これから城内に魔法生物を召喚する。退避していろ。なんてこと。アルテナが草原の国フォルセナに攻め込むなんて。いけない。グレンの魔導士を止めないと。英雄王さんが。この先はいけないのか。俺はそこの窓の女神像で回復するから大丈夫だ。俺に構わず行け。陛下を頼む。女神像どこ？そこのってどこよ。ここか。これね、よし、回復しておこう。
魔法生物って言ったな、なんか強いんじゃないかな。大丈夫かな。よし、とりあえず行ってみよう。ちょっと待って、魔法かけちゃうか。あ、もう一体やがったか。よし、こいつは袋だ。お宝出る？お宝出ないのか。じゃあ全体に、あれ、で左にかからないと、左の線かからない、しょうがない。眠ってやがるのか。とりあえずよし、さあいつはそこでやった方がいいな、きっと。おっと、じゃあ実践あげちゃおう。魔法覚える？ダイヤミサイル覚えた。いいね。ダーツ。おっしゃー。おっしゃったこともないんだけどな。そんな、なんていうか、多分変えるんだよね。投擲相手にもね。そのうち。やっぱり、左のやつでかからないですか、魔法が。あ、クソ早いぞ。あ、50。ダメージ50か。回復しておこう、水を。うわっ、何、殺しにかかってきてんな、こいつ。魔法角度でよかった。殺しにかかってきてもね、こいつはなんていうか、接近しないと攻撃の対象にならないみたいですね。で、どこだろう、こっちの方か。よしいいぞ、次いっちゃおう。魔法ダイヤミサイル使えばいいか。使えばよかったな。ダイヤミサイルかけてみるか。あ、ちょっと待った、ボス戦とかあるのかな。ボス戦とかあるんだったら MP を節約した方がいいんだけども、こっちから入ってみよう。待って、やっぱり魔法かけちゃうか。ダイヤミサイル、マジシャン。こいつは、どうかな。あ、魔法一撃か。あ、でもダメージ当たったから。よしいいぞ。 MP の回復手段がないんですよね。天使の聖杯ぐらいしかないんですよね。あ、魔法チャージしてるか、こいつ。あ、くそ。やっぱり魔法かけたいな、こいつには。マシンゴーレムっていうのが。あ、こいつ届くぞ、これ。よし。あれ、ここって来たっけ？なんかここ来たような気がするぞ。あ、くそ、ファイアボールされた。ちょっとスクロールしてみよう。来たとこだな。戻ってきちまったぞ。じゃあこっちか。とりあえずちょっと待った、倒した。あ、魔法チャージしてる、よかった。うん、魔法かけてもらおう。よし、魔法使いついかな。ゆっくりそう。まあいいや。で、こいつを最初、あ、チャージしてやがる。そう、最初に魔法かけておいた方がいいんだな。くらえ。あれ、外れてるし。よし、魔法が来る前に